パッカーン、アンです。最近私ダメなんですよ本当にダメ。生活習慣がダメ。もう不規則すぎて、お仕事とかあって予定あってみたいな日は朝ね、もう7時とかに起きるのに、今日とかね、目覚ましかけずに寝ちゃって、でママに叩き起こされて11時半に起きたんですよ。今日終わってるよね。今日ね、今目代わりやってるじゃん。目代わりの動画撮りたくて、アンチャンネルで目代わりで買うべきコスメみたいな。あれちょっと待って、おすすめとか紹介できるほど9点で買い物してないなと思って。9点で買えるようなスキンケアもね、結構今使ってるやつあるんだけど、全部いいのね。優劣をつけられるほど一個一個に対する感想を持ててないっていうか。ごめんなさい、9点の動画は出さないです。なんですけど、1個だけおすすめしとくわ。これめっちゃいい。永遠にリピート買いしてる。このインクのクレンジングバームのクレイのシリーズ。これマジでいい。でもこれさ、確かなんだけどさ、目代わり対象外なんだよね。え？で、今ね、メイク研究してたんですよ。これ何風メイクでしょうか？ツイッターで流れてきたとある写真のメイクが可愛すぎて、そのメイクをちょっと真似してみたの。目だけね、他落ちちゃったから。そういうメイクをね、真似するときにめっちゃ毎回思うんだけど、例えばモデルさんのメイクを真似しますってあった時とかさ、モデルさんとかさ、顔痩せてるじゃん、ちっちゃいじゃん顔。だからね、顔がね、同じくちっちゃい方が真似しやすいから、マジで痩せたいんだよねだけどチョコが美味しいし、クッキーも美味しいし、だからこういうので抗っていく。あ、わかった、見てほしい。ここ全部コスメ収納にした。やばくない？見て、まずこっちがこうパウダー、クッションファンデとクッション下地とかで、奥がスティックタイプのコンシーラー類入れてて、ここがツールパフとかで、ここがコンシーラーパレット、オイルブロック系のパウダー、ちっちゃいクッションファンデとアイベースとかベースで、こっちがこのベース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 みたいな。今までベース類さ、いろんなとこに散らばってたのね。それがこう一箇所に集結したことで、今日どれ使おうかなって選ぶ隙が生まれたの。そうひゃーん。そう、最近私さ、小田切ヒロさんめっちゃハマってて、さっきもね、小田切ヒロさんと田中みな実さんのね、対談をずーっと流してたの、ここで。面白すぎて。そうひゃーん。あ、購入品紹介しまーす。まずこちら。アサイーがね、私大好きなんだけど、グラノーラ買いに行くのめんどくさいけど、アサイーペーストって今どこ行っても売り切れだから、そのアサイーペーストをグラノーラなしで消費してしまうのはもったいない。やっと買ってきてもらいました。このね、ラブクランチのシリーズが好きで、あと他カンデミーニャ、美味しいのとパッケージ可愛すぎて、パッケージ3種類あったんだけど全種類買ったなんか前髪キモい。これめっちゃ美味しい、ピュレマロ、グレープめっちゃ美味しい。ピュレグミとマロッシュの2層のコラボみたいな。好きなグミシリーズでいくと、このグミサプリの鉄&葉酸が美味しすぎて好き。今日一番やりたかったこと、予告っていうか誘導、サブちゃんでですね、これプレゼントいただいたんで開けます。ありがとう本当に。この前ね、ママと2人でとある会食みたいな、立食パーティーで行ったんですけど、そこでなんかアウターとバッグを預けられたの。ママはバッグ持ってるって言ってたから、私のリップと鏡だけママのバッグに入れといてもらったのね。それが約1週間前とかなんだけど、その時にママに預けたリップと鏡とグリッターどっかやって、常に持っときたい、預けたくないって思うくらいのさ、コスメだからさ、もうめっちゃ使ってるやつじゃん普段から。それがさ、どっか行っちゃってさ、本当に今ダメなんだよね最近やっぱロフトの購入品紹介でノート買ったじゃん。あれは勉強用に使うんじゃなくて、普段用というか家でメモしたりとかするように使いますみたいに言ってたと思うんだけど、このノートとこれとこれこれこれ、使い道紹介をしようと思う。まずこれ、ちゃんとペン止めてバッグに常に入れてる。やることリストとか、あとその場で人に言われて覚えとかないといけないって思ったこととかを書いてます。これはまだ使ってなくて、これの次として置いてあるやつ。動画のネタとか台本とか
かメモとか何でも書いてる。これが私が最近一番使ってるノートで、私さ将来の夢はコスメブランドを作ることですって言ってるじゃん。それをもうそれに向けたことは全部ここに書いてて、メイクのトレンドは何とか、どんな商品を作りたいかとか、私が好きなコスメブランドのなんで好きなのかとか、そういうのを書いてる。眉毛薄、おでこ広これが埋まる頃に私はコスメブランドを作るっていう風な感じでやってます。学校は普通にルーズリーフで行こうと思う。大学ね、大学楽しみすぎて、高校まではさ私さ先生からさ学校名バレたら退学って言われてさ、そういう契約を契約お届けみたいなの書いたんですよ。バレないようにしますみたいなサイン書くみたいな。それはもちろんさ学校で動画撮れないじゃん。だけど大学入ったら自由なんですよ。学校内で動画撮れるんですよ。超嬉しい、神。まず友達とかと動画撮れる嬉しいし、やっぱさ他の人がさ学校でどういう生活をしてるのかとかさ超気になるじゃん。リアルなねライフスタイルをねお届けできるってすごいいいなって思って、動画の幅がすごい広がるなっていう風に思ってるんですよね。今日 TGC 撮ったんですよ。で配信ずっとやっててずっと流しといたのね。やっぱ TGC とか見てると流行りがわかるね。最近こうさ勉強してるって言ってたじゃないですか、美容系のこと、コスメのこと、メイクのこととか。ずっとさ純欲メイク、左右メイクとかさ、そういう色薄い系とかさ色ない系、特に韓国で韓国 JK メイクとかさマジで色ないじゃん。だけど最近はそのカラーメイクが来てるらしくて、韓国でも。今日も私これ緑塗ってるんですけど、カラーメイク緑とか赤ピンク青流行っていくらしくて、それが結構多かった TGC で。特にね藤田ニコルちゃんのメイクがめっちゃ可愛くて、これ見せていいのかな、これ何つけたらこんなに綺麗に発色するんだろう。ステージ上のメイクってだいぶ濃いんですよ、照明で飛んじゃうから。それでこんな綺麗に発色してんの相当ピンクだなって思って。ということでメイクを落としていきましょう。めっちゃ可愛くないこれ、フーミーハグボディオイル。これを塗ってからメイクを落とすことにするわ。今日青いからこんなんだ、気づいたみんな。青いからこんさ、私ちょっと前まで本当に絶対に無理って思ってたんだけどさ、今日意外といけてるくない？カラコン、髪の毛、メイクとか合わせるって大事。ブルベイ、イエベとかもそうだけど、私がこれは合わないって決めつけちゃうのはもったいないなって本当に今日思った。ちょちょちょめっちゃ濃い、なんかポテってあった、なんか酔っ払っちゃいましたみたいな、笑っちゃいました。何がキラキラしちゃおう。プレシャワーメイクって知ってる？みんな今ね海外で流行ってるらしい。え、このキラキラ緑なんだけど、かわいい。シャワー前にメイクするみたいな、それの様子を TikTok とかに載せるのが流行ってて、今さ TikTok とかでさこうなんか ASMR 混じりのメイク動画みたいなめっちゃ流行ってるやん。え、めっちゃかわいい、これ緑なんだけど。ボンジョンをかけるシピシピ、おい今日さアイシャドウ緑にしてたからさ、え、かわいい。やっぱそういうことだよね、こう緑とかが流行ってきてるってことだよね今。あ、素晴らしい。自分が勉強したことと最近出た商品とかさ辻褄が合うとすごい楽しい。シェーティング、なんか私が中学生の時は高校生ってめちゃくちゃ大人だったし、今は大学生めちゃくちゃ大人って感じてるんだけど、でも自分はもう大学生になるじゃん。自分がめちゃくちゃ大人だなっていう思ってた存在にいざなってみるとさ、え、全然そんなこともなくないって思うじゃん。逆に高校生の立場から見て中学生ってめちゃくちゃ子供だなって思うの。そこの感覚ってすごい難しいなって思ってて、コンシーラーめっちゃやったんだけどめっちゃボロボロになったそう、鼻を細くしたかったの、めちゃくちゃ細く。おお、影入れすぎた、ダメなんだね、ここに影入れちゃう。こういうのをね永遠にやってるんですよ私。暇な時何してるのって聞かれてメイクって答えるとハテナって顔されるんですけど、おお鼻受ける。アイライン太いの漏れるくない？めっちゃ太いの、直線鼻。これ上に鼻伸ばせるかやってみよう。伸びた
と眉毛消そう。待って、めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。やばい。ないんだよな、眉毛。これさまででさ、大学についてとか言って。せっかく眉毛ないからさ、宇宙人メイクとかやっとく？消えたね。上に目を描く。あ、めっちゃ眉毛左右非対称な、ちょっと。涙袋作りたいな。まつげキモ。まつげキモ。やっぱ白目欲しい。目にハイライト入れないといけない。二重欲しいな。できた。待って、このアイライナー色めっちゃいい。こっちの目の涙袋だいぶ良くない？眉毛無駄に上達してる技術を発揮しちゃったんだけど。これな、深夜すぎて誰にも生で見せられないのもったいなすぎるんだけど。待って、やばい。待って。待って、本当にやばい。本当にやばい。自分でも目がどっちなのかわかんなくなってきた。なんか怖いんだけど。鏡見るとさ、上と目が合うんだけど。死ぬ？りょうくん今テスト期間だからさ、ワンちゃんまだリビングにいる説ある。どうしようこれ。めっちゃニキビできた。なんかキモい。バカだな本当に。これ動画回してなかったら本当にただのバカだからよかった。危なかった。では5時27分になってしまったのでそろそろ落としたいと思います。これでね、クレンジングバームで。あー、もったいない。せっかく鼻長かったのに。すげえ、鼻なくなったよ。行くよ。どっから行こうかな。じゃあ行きます。さよなら。怖い、なくなった。おー、消えた。はい、落としてきました。では寝たいと思います。おやすみー。